チェーンの戦時も参考にしながら効率よく訴訟の形を覚えるということで、ちょっと一旦復習でこのページやっていくと、まず馬、でこう回して、でこれで駒ですけども、で食編、まあ、いろんな省略の仕方がありますけど、からこの形、さんずいでお湯とか戸建て編で太陽の四の字とかと共通で、今こう土編の馬の字が出てきてますけれど、違うのがここからこう返さないで上からこう来てるという形ですね。で次、衣編、行書だったらこの程度ですけども、草書になればで草冠はいろいろあります。ここではこれで草なんですけども、草冠と千の字、子供の子のように書きますけども、縦行ってから横書くのでこの形で、から草書では木偏の横書くも左から右じゃなくて右から左へ書くというのはつながるから、これ行ってこう回しても、こう回してもいいんですけど、それよりもここからこう回した方が手が早く動くからということで、あえて右から左へこう持ってくる。会所行所左から右へ行って縦ですけれども、別の書き方としては辺で行けば縦行ってから、いうことがありますけどもね。でここで出てくる妨害、ここで寄りの字になってますけれども、これですね、これは蛾の字、ここも貝の字ですけれども、の書いて大の字だから使える万の字、ここをくるっと回すというこの書き方、これも使いますね。で法の字、点を省略してのこの形、行書レベルでいけばこれですけれども、そして真の字、単独で書けばこうです。で前回やったこれでいけば、骨に豊かで鯛の字なんですけれども、似てますよね形ね。骨の草書と真の字の草書かなり近いですね。で長いの草書で、算作りを省略してのこの形、それから大の字も草書は左へ、右から左へ行っての
なんで右から左から右の箇所、や行書と違うのと、このつながりですよね。上から下へということと、こう引けば、こう回さなきゃいけないというようなことになりますね。書き順が変わる5。楷書行書こうですけれども、これが点になりますし、まあ、風呂取りやりましたし、人偏にこの形、まあ、傷ですね。あと同じので人偏で書けば傷で、同じもやりました。で、こういう定、ここ狂ってますのは一緒、田んぼも狂ってますのは一緒で、知ると過ぎを書きたいんですけど、楷書ではこれで口の知るですが、草書になる前に行書書いとくと、これが草書になると、これは口の部分です。で、これは長いのが短くなって、で、折り返して、で、跳ね上げてという形になっています。で、知恵はもっとこれ省略して、ここまで略した形を取ってます。王羲之もこの形取ってると思うんですけどね。で、次すぎるの草書、るを書いての侵入。これも覚えておくと良いのですがね。で、次、徳の字と能の字で出てくる形。行人弁を草書にすると縦一本。で、寺の形とよく似てるんですけれども、木で横書く、もう一回横書くの点。そして、能の字。で、この中間的な、行書付き、が、こにこの形ですけれども、熊もそうですよね。もっといけば、ここまで省略するという、これを覚えておくと使い勝手がいいのと、ここからこれですね。なかれ。今度火が出てきて台なんですけども、長くして、で、この形が出てきたら一緒に覚えたいのが、この字の草書なんですよね。で、行書はもちろん、こう、修辞書行書に出てくるように、ずっとこう、つながってる字があるんですけれども、草書になると、孫家庭の書譜に出てくるように、長い横画があって、短い横画があって、もうこれだけに
なってしまいます。で、さらにいきましょう。ずっと今までやってきている字が出てきてますね。こういうもの、日が重なるとこれ、短いは知ると共通の辺で、寺の主力はこれで、長いが出てきて、言うはこれで、使うはまたこの人弁とこの形は、この右払いがこれ、縦がこれで、口が省略されている、で人弁がこの形になるということですね。で、知はこれを長く聞かずに、ここで返していますけど、で、彼女もやりましたよね、ということで、器のように、口はもう点にしてしまう。あとは、欲する。欲するの書き方は、二通り、今、谷と、あくび、こう横に並んでますけれども、これを横に並べた状態だと、これあくびの草書、谷の草書ですけれども、縦に並べて知恵は書いています。なんて出てきている古鳥、それから寮の里の部分、ここも里の部分ですよね、という形で、卒、この形、寺と権弁と、権弁もこの形と縦一本と、で縦から横横が、あって、あと形の字、火をこの形に省略して、下もこの形にして点を打つ、それから行、行書でいけば、まあこの程度ですが、草書になれば縦2本、最終的には縦2本になってしまいますけれども、その辺りの書譜なんかはもう縦2本にしてますけど、知恵ではここでこの横を意識して、ここで折り返すという形を取ってますね。で、古鳥があり、ここでもう貝は大の字のように省略され、で、作の字、人弁とこれ、これもよく作の字、これですね、跳ね上げて2つ、あとはひじりと解く、立てる、ひじりはで立っていって横横ですし、解くはまるで三髄のような行人弁を書いた跡が、もうこれだけですね。行書でいけば、くるっと回っての心ですけれども、全然形が変わってしまいます。で、立てるは通とか律でやった通りで、
で、この形の変容なんですけれども、侵入と一緒でもこれだけ。あと正の字、正しいはよくご存知の通りで、知恵はもう点一つにしてしまってます。谷の字、今やりましたね。で、点の字、線、この形なんですけれども、これが、これに省略される。2本回しての点。で、声は単独で一つちょっと覚えておくと良いと思います。硬く書けばこれですけれども、楷書の旧字体、こっちがルマタになっての耳ですけれども、もう一続きで書けばもうこういう形になってしまいます。ルマタと耳で、土とここの部分くるっと回ってという形になりますね。で、さらには今の楷書は非常に書きづらいんですけれども、書写体の方がこう形は取りやすいのですが、草書なればもうこの形、これはいろいろやっぱり使います。で、胴で使えるこの中の部分ですね、これもよく使えますので、省略の仕方としてはね。で、田の字になるので、変体仮名でよく使う形、これがもっと省略されたのが変体仮名ですかね。で、徳と似ている、長の字、耳にここに2本入ってのこの形なんですが、これも長の字、これ言ってのこれだけ。あと出てくるこの形ですね。まあ今まで出てきたものの組み合わせで、乃木編の関の字、やっぱり大の字で、服、示す編のここですよね。くるって回ってのこの形で、この形は当たるという字の旧字体の草書で、遠の字ですね。これでよく出てきます。で、さらに ここに円の字がありますけど、糸編に
これまあ緑でもつそうですけれども、あ、緑はここ縦一って点二つ、まあ、糸辺はこのコの字のような省略の仕方で、で、この、これは家でも使えますよね。で、家も草書になれば、ここ今切りましたけど、つながってももちろん良いです。で、似たようなことをやっているのか、我なんですよね。で、我の字は、これです。で、さらに、義の字。これがついて、上に羊が乗っかっての、我なんですよね。で、これはいろんな書き方あります。こういった後、こうもあれば、当然これ切っといての、これももちろんありですけれども、本来のもともとの義の字これの草書は、ここを扇しかいくつかのパターンで見せていますけれども、赤徳宗とか私の動画でも義の字を特集しているのがありますので、そちらを見てほしいんですけれども、最後の下の部分のこの動き一緒なんですけれども、上の部分が で、どういうふうに一つにまとめているかというと、まず一つ目、このような書き方。もう一つは、
もうここまで省略しちゃってる字があります。あとは、ということで、たくさんあるんですよね。でも基本的にはこう書いたと、これがつくのはもともとの木の字が今でこそ我になっちゃってますけれどもね。ということで、これの前のこの形を王羲之の時代は書いているので、ここに最後につくと。これでも良さそうな気がするんですけれども、実際そういう字もあるんですが、古典をしっかりやっていると、特に書譜で王羲之の名前が出てくるときにこれがついています。ということで、ちょっと脱線しちゃいましたけど、この動きから我、技の字、脱線しちゃいましたけどね、そういうのは覚えておくと、あんまり役には立たないけれども、書をやっていく上で避けて通れない、王羲之。草書の中でもね、比較的頻繁に出てくる部類かなと思ってます。で、これもね、単独で覚えておきたいのが、形の字。全然形が変わってしまうので、これですね。楷書だとこれで心っての、この形ですけどもね。で、日が、草書になると、この形、縦2本じゃなくなって、これがついての、この形になると。それから陽と今日ですよね。で、これはもうこれだけ。この字、起こすの方ですよね。一緒に覚えておきたいのは、これは中国の古典をやっていると、もうここの一画を省略するために寄せてこう書いている楷書ですけれども。
会社でも手を打ったりしますけど、もう草書では もうこの形です。でこの中の動きで、剣の字草冠に行くでの文ですけれども、それはもう くるくる回してのこの形で、この形が出てきたらこれ上の字は これでもいいんですけども、さらにくるっと回してというこういう書き方があります。あとは速と順の字ですね。海に立冬、もう海ここの中ぐるっと回すだけの、それから順の字尽くす、まあ、この形ですね。ここをくるっと回して縦引いて、で左右に引いての点で、で知恵はそこをあまり幅を取らせずにこう書いています。まあよくね、点2つこういう書き方をすることもあります。あと命の一屋根から口ってのこういう回すところ、これもよく使いますし、で深いですね、命のように書いたりする部分も草書になればもうこれだけということですね。ここまで来ると、例えばこういう火の省略の仕方、青の省略の仕方、これもやりましたし、口はこうなる。で、大体書けるかなと。こういったところはくるっと回すだけっていうことですか。あと次回ですね、それではちょっと足らないよっていうことを補うことをやりたいと思います。今回もう30分以上になっちゃってますんで、このところとか行の字とか単独でちょっと知っとくといいなっていう書き方あったりするので、あと U の字ですね、人弁にこの形、ないしは人弁がない憂うという字とかね、あとは花肌がもうひらがなの地のようになるとか、無の字の草書とかね、あるので、またそれは、次回やっていこうと思います。今回は以上です。